屋敷さん。小麦ちゃんが小麦ちゃんに。いろは。うん。あれってこの前私を助けてくれた人の仲間。猫屋敷さん。富山くん。ここは危険だ。離れよう。うん。あれは鶏か。富山くん、このこと知ってたの？あの黒い動物は何？やっぱりバレちゃったか。犬飼いさんたち嘘をつけないからな。僕たちはガルガルって呼んでる。ニコガーデンっていう別の世界がある日突然闇に包まれて、そこで暮らしてた動物たちの心が凶暴に変わっちゃったんだって。大変。そんなガルガルを元の優しい動物たちに戻せる力を授かったのが犬飼いさんたちプリキュアなんだ。どうしてイロハちゃんたちが？それははっきりとは分かっていないんだけれど、きっと二人の大切な人を守りたい、罪のない動物を助けたいっていう気持ちが強かったからって僕は思ってる。プリキュア、小麦ちゃんとイロハちゃんが。小麦ちゃん、イロハちゃん。猫屋敷さん、危ないから行っちゃダメだ。大丈夫？怪我はない？まゆちゃん、なんでここに？全部富山くんに聞いた。私ちゃん何もできないかもしれない。でも、